ちのパジャマ略してしまった懐かしい懐かしい T シャツ。そう、今日はでもこの高さの一つ結び珍しいかも。今日はテレビ派のロケをしておりました。うまかった。うまうま。こんばんは。そう、今は広島にいます。牛が乗っとるみたいになっちゃった今昨日は命の歌フェスの公開収録ありがとうございました。地方うちわ持ってる人が見えて嬉しかった。昨日今日ともう信じられないぐらい暑くないですか急に本当に思うんですけど、もうびっくりするぐらい暑くないですか。でさ、昨日の一昨日まで広島はめっちゃ雨だったらしくて、ちょっとでも、夜中にポストありがとう。コーラさん。なんだっけ、この人。なんだっけ、あ、織姫。織姫タワー。ありがとうございます、コーラさん。織姫。織姫タワー、ありがとう。ありがとうございます。河原さん首ありがとうございます。Thank you。 かわいいから、かわいくてよかった。ありがとうございます。そうだからさ、なんかいね、ひこ星が来た。ありがとうございます。おはようございます、元気さん。ひこ星とは、あ、素敵、出会えました、今日も。わりひめとひこ星が、よかった、今年は早めに出会えて。おはようございます、元気さん。ひこぼしとは、ありがとうございます。ありがとう。昨日は命の歌フェス、ありがとう、近くに見えて嬉しかったね。え、見えたよマジで。ありがとうございました。嬉しかった、うちは持ってくれとった。織姫と彦星、そう、それでそれで何だったっけ、あ、そう、広島にさ、一昨日もダメだったけど昨日からめっちゃ晴れたけ、やっぱり私は晴れ女なのではないでしょうかと思ったんですけど、どうでしょうか。やっぱり晴れ女かもって、そう、我ながら思いました。そう、
なんか今まではそこまで晴れ女だって思ったことなかったんやけど、あの写真集の撮影の時に結構台風の予定も重なっとったし、沖縄じゃけすごい雨がいっぱいある時なのに、マジで一個もというか雨降らんくって、で一回降ったけどそれが沖縄の室内の時の時間だけ降って、でそれはそれですごいいい味になってたんですよ。でその後の夕焼けで船なんかボートを漕ぐところはちゃんと晴れて、その前後は晴れたけど室内で撮る時だけ雨降って、でその時めっちゃねえ何持ってるなって思ったんですよ、その撮影の時。それで晴れ女なのかもって思い始めました。そう、え、広島駅の進化ね、あんまりあんまり変わらんかったと思う。私が2週間前ぐらいに見た広島駅の進化と変わらんかった。え、広島駅マックできたの？今結構大きい目が開いてる目が開いてることが分かる。え、マジ？マックできたの？え、嘘？え、嘘？本当？嘘？嘘だ、嘘？え、本当？え、どっち？どっち？どっち？今調べたいけどさ、携帯あの一個置いてきたけさ、東京に調べるん。え、嘘？嘘だったらもうそれ相当の代償を償ってもらいたいぐらい。ショックなんですけど。じゃあ、あのコメントした人は嘘だったら私のオンラインお話し会の件を50枚ぐらい買ってください。お願いしますまとめ出ししてください。まとめ出ししてその50枚の時間ずっとあの詰める詰めるので、私がなんで嘘ついたのって優しい口調で50枚分詰めます。50枚でいいの？いや、よくないかも。そういう考え、50枚でいいのって考えの人には、あの、500枚でお願いします。全然、さっきコメントしてない人でもいいです。さっき、マックできたらしいってコメントしてないけど、その人に代わって、私が、謝りますって人は、全然構いませんそんな方もお待ちしてますそう。オンライン話し会お待ちしてます、うん、
そうね、チョコミント出ましたよね。まだ飲めてないけど、なんかマックがツイッター、結構マックのツイッターって元気じゃないですか。で、あれよ、新商品出ますみたいな時にヒントみたいな出しとって、数日前か5日に。で、ホイップクリームとなんか白いクリームとカラフルなチョコが映っとって、で、あ、新商品出るんじゃって思っとったんじゃけど、まさかさ、チョコミントっぽい匂わせを全然しとらんかったんですよ。じゃけ全然チョコミントだと思ってもなくて、でもカラフルなチョコ、なんか何回ね、スプレーみたいな、スプレーチョコみたいな名前のやつあれも好きなんよ。なんかテンション上がるじゃないですか、あれ。じゃけ、あ、楽しみじゃなと思っとったら、そう、チョコミントってなりました。そう、めちゃくちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいです。こりゃ、飲んだ人おる？まだおらん？あ、ファミコンお金残したくんや。そう、東京の方がね、美味しいものいっぱいあります。そう、ファンミーティングが8月18日に決定しました。イエーイイエイイエイ、嬉しい。8月18日、8月18日、歯医者、歯医者、はいはい、覚えやすい日ですね。そう、何しよう、みんな何 してほしい。まだそんな大々的には決まってなくて、でもね、もう日程は早め早めにね、皆さんにがね、分かった方が絶対いいということで。楽しみ。私物景品付きね、なんかそれファンミーティングって感じする、めっちゃ。やりたいですね、なんかあげたいです、みんなに。今なんか探してる。この部屋は結構使うものが多くあるから、わ、でも私が中学校の時に使ってたマリクワの筆箱とかある、目に入りました。でも可愛いし、今でも全然使える系あげたくない。あげたくないな、もう履き尽くしたメディキュットとかあげたい。あげたくないけど。あげたくないけど、いらない、いらないもの的には。あと昔使ってたアニエスベイの財布とか。これは、あげたい。よくないですか、なんか。
メディキュットって意外と高額高級商品ですからね。なんかタイツなのに。楽しみ。ひとまずとにもかくにも。タイツって高いの？いや、タイツもくせに高い。だよね。引き締めてくれ。リコーダーある。やだー、気持ち悪い。まだあるけどないです。ファンミーティングはドレスコードありますか？え、ドレスコード、なんかいいね、そういうの。じゃあ8月18日でハイハイの日ということで、みんな何かしら赤ちゃんらしい服装で来て欲しくないかも。でも見たさはあります。あれとか、あの、何回ね、おしゃべりなんだっけ、ドレスコードおしゃべり。TikTok に載せたらバズりそう。それはもちろんジョフさんも対象になります。いや、私はあのお母さん。私はお母さんっていう立ち位置だから、私はいらない。すごいコメント欄がママがいっぱいある。この話は白紙に戻そうと思います。え、みんなさ、 TikTok でさ、最近見るさ、鹿の子の子の子虎視眈々みたいなあるじゃないですか。あるんですよ。それが何なんか知らないんですけど、よく多分アニメのなんか、ああで、それをあのモノマネが得意な方とかが一人一人なりきってやるみたいな、やってるんですよ。だからそれ私もやりたいなって急なんですけど、そうやりたいなって思ってたので、ちょっとやりたいと思います。じゃあ練習から急にあれだよ、鹿の子の子の子虎視眈々。あやばい、これやるたびにむずがゆい気持ちになりそう。似てなくて60点ぐらいの仕上がりで全部が。じゃあ私がやるので、みんな何か当ててください。あ、でも発声練習せんとできん。僕スッツ、スカノコノコノココスタントン。え、似
てません？スカナカナとかストッツ、スカナカナカナカカスタンタン。ねえ、自己紹介せんと上手にできんかも。ね、クイズできんわ。あと、なんだろう。しかもこの子のかかしたんたん。これは？これなんでしょう。しかもこの子のかかしたんたん。うん。あ？ちょ、似てないな。似てないけど嬉しい。伝わったようで。伝わったようで嬉しいです。そう、ミッキーでした。おほ、僕ミッキー。下の子の子の子コーヒーダンダン。これは何でしょう。これは何でしょう。57分。え、これ楽しいのに。あ、そう、プーさん、今のプーさんでした。え、これあと2時間くらいできるかも。ちょっと次の配信でもやろっかな。そんな持ち越すネタじゃないけど、ちょっと気分だったらやろうと思います。これ楽しいです。じゃあ次はシカノコノコのカコシタンタン配信で会いましょう。じゃあランキング読みます。20位円楽さん、19位ジムジムさん、18位宮川和幸さん、17位世界家さん、16位のりふみさん、15位テリーピーさん、14位チャイコさん、13位おじゃまるさん、12位りょうにゃさん、11位ふくろさん、10位きょんしーさん、9位ポルダーアグリさん、8位ブルーさん、7位ヌルディンさん、ラッキーセブン。6位グリオティーヌさん、5位ヒロランさん、4位ユリアピースさん、3位東京のスワンさん、スイスイ。2位おいでます元気さん、ツーツー。そしてそして第1位はビューンヒュン、千穂ちゃん可愛いから無意識にタワー投げちゃったコーラさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。いありがとう、ありがとうございます。なんだっけ、あ、織姫、織姫の名前でとこ、織姫タワーありがとうございました。待って、あの、おいでます元気さんも彦星タワーありがとうございましたね。ありがとうございます。皆さん今日は暑い中お疲れ様でした。さよなら、あほ、さよなら、ラーレおやすみ。ラーレさん、あの、他の言葉になった途端になんか知らない人になる。ありがとうございました。スクショタイムしよう。おやすみなさい。皆さん、いい夢を。